一和会の大門一和会は、兵庫県神戸市に本部を置き、昭和59年6月13日から平成元年3月30日まで活動した日本の暴力団。山口組内の四代目跡目問題で山口組、組長代行、山本博の擁立に関わった陣営が、1984年6月の竹中正久四代目山口組組長襲名を、 機会に山口組を脱退。山本を会長として一和会を結成した。結成当初は7000人、対6000人と山口組より構成員数で優勢であったものの、山口組側の切り崩しにより次第に劣勢に立たされていった。後に両団体は構想事件へと発展したが一和会の劣勢は変わらず、これを挽回するために竹中暗殺を計画し、 竹中行きつけのマンションに部屋を借りるなど周到な準備を行った上で、1985年1月、竹中と同行していた、同組若頭、中山勝正、敬語役の同組若中、南緑の3名を射殺した。山口組の序列1位及び2位を殺害し、優勢に立つかと思われたが、これにより逆に、山口組側からの激しい報復を招くこととなった。 1987年2月に構想は終結したが、ほぼ一方的な山口組からの攻撃や、構想の長期化で最高幹部の脱退や引退が、相次ぎ勢力は激減し、1988年5月には、一和会序列任意の副会長権理事長、鴨田茂正が引退に追い込まれ、鴨田組を解散した。1989年3月19日に、 山本が神戸市の東灘警察署に出頭、自身のヤクザからの引退と一和会解,解散を表明し会は消滅した。ありがとうございます。